さあそしてそのゲームを締めくくりに入ります。大観衆いつもの通り自らの足でマウンドに向かっていきます。マリーンズで勝つために今シーズンは日本に戻ってきました。このゲーム締めくくりは沢村がマウンド上です。今日は8回に増田、そして9回は沢村博一というリレーになりました。今シーズンこれが4試合目の登板です。前回登板は12日ライオンズ戦、8回1番からの打順を3人でピシャリと抑えて帰ってきました。高めを振らせます。152キロ。振らせました。先頭バッター空振りの三振。1番ライト佐野。さらには藤岡のタイムリー。レフト方向の当たり、変わって入っている岡、こちら向きです。掴んでこれで2アウト。ああそして今メジャーの今コミュニケーションですね。そうですね、久しぶりっていう感じですか、うん、ゴンザレスからすると。ちょうど2021年がおそらくシーズン被ってるんですね、ボストン。打ち上げました。センター強い風の中前に出てくる。ウイニングボールしっかりと藤原が掴んでゲームセット。熱戦の終幕です。2対0マリーンズがこの3連戦の初戦を制しました。